でかいの？多分りゅうなちゃんが食べる。サイゼリアさんすごいよ。ノアです。りなです。うなです。かのです。始まりました。TGC。イエーイ。はい。今回の企画はみんなが大好きなサイゼリアで応援曲をしていこうと思います。イエーイ。はい。サイゼリア。テイクアウトでサイゼリアを頼んだんですけど、そもそも注文できるのは知ってましたか？知らなかった。初めて知った。テイクアウトだけなんですけど。うん。テイクアウトができるので。すごい。したい方はぜひテイクアウトしてみてください。はい。なんか自分が好きなものをこう食べていきながら応援していこうと思います。はい。はい。そしてまだチャンネル登録が済んでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは動画スタート。はい、ということで来ましたー。わー、いろいろあるんですけど、まあ、自分が好きなものを食べていこうと思います。はい、せーの、いただきます。乾杯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 。じゃあピザまずいただきます。そう、うん、うん、え、絶対美味しい。チーズすごくない？ね、やばいよね。いただきます。ま、久しぶりにピザ食べた。うん、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 これピザいくらだっけ？400円ぐらいじゃない？そうなの？なんかそういう感じだよね。安いと思う。この大きさでそれぐらいの値段だった気がする。サイゼリア普段行く？高校の時めっちゃ行ってた。わかる。うん、勉強してるよ。うん、ドリンクバーが確かあれだよね、うん、安いし美味しいしね。うん、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 まっ、うん、バリ美味しい、うん、でもこれ頼んでた記憶ある、うん、ね、とりあえずミラノ風ドリアって言ってた、うん、そうそうそう、人気だよね。でもサイゼリアプリンも美味しい。うん、わかる。デザートもうまい。うん、イカスミパスタも人気だった。うん、うん、イカスミパスタ、黒いやつ。うん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 、わかる。イカスミパスタだね。うん、美味しかった。ディズニーのさ、うん、舞浜駅の下にサイゼリア、うん、あの、わかる、うんうん、あったっけ。うん、あって、よくディズニー終わった後サイゼリア行ってたかも。うん、ってイメージ。え、私さ、めっちゃ聞きたいことあるんだけど、みんなに最近買ったものを教えてほしい。カラフク。うん、服か、うん、足のブレスレット。うん、うん、このまま何買った？なんていうの、ジュエリー系。うん、うん、めっちゃ海外で可愛くて安いところがあって、マジで本当にめっちゃ可愛くて150円とか、うん、で全部、え、150円、150円、これも150円とか、本当に安くて、そこでめっちゃ爆買いして、でもめっちゃ可愛いの、本当に可愛くて高そうに見えるみたいな。それ大事だよね。うん、私買い物めっちゃしたくて、買い物欲求が半端ないんだけど、でもなんか自分が何欲しいのか分かんなくて、うん、だからみんな何買ってるのかなと思って聞いてみたの。え、欲しいものとかある？みんなに。あるある。あるある。麦わら帽子と、うん、一眼レフカメラを。めっちゃいい。でも麦わら帽子欲しいとか思ったの初めてです。なんか欲しいの？でも雰囲気を変えたくて、自分が着なさそうな服とか、かぶらなさそうな帽子とかをかぶりたくて。今日の服もね、思ったすごい意外だよね。色っぽくない服とか雰囲気にしたいなみたいな。え、めっちゃいい。たまに雰囲気変えたくなる時ある。ミーパーセントとかいったらめっちゃ可愛いのあるよ。ミーパーなんか、うん、何それ。安くて可愛いアクセサリーとか帽子とか。え、どこに入ってんの？ルミネ。あ、そうなんだ。それこそビッグシュシュとかクリップ、うん、とかめっちゃ売ってる。え、すごい。そうね、うん、見よう。しかも安い、1000円とか。やば、休み。みんなゴールデンウィークの予定ある？休みたくない。体休ませたいな。ゴールデンウィークの予定ないな、別に、うん、何も考えてない。仕事そもそも本当にゴールデンウィークなんだ。全然仕事予定ない、予定ない。え、でもゴールデンウィークに仕事とかなんかかっこいい。かっこいいか、うん、休みたいよ、私は。いや、ね、なんかでもなんかさ、女子旅したくない？4人で。うん、いいね。女子旅密着ね、うん、よくない？うん、経費で。どこ行く？言ったら多分連れてってくれるから今しかないよ。え、どこしかないよ。箱根ですね。箱根。温泉行きたい。温泉行きたいね。絶対面白い話できるよ。できる。いや、4人盛り上がるよね、ね、絶対。絶対盛り上がるよね。もう多分カメラ忘れて滑っちゃうよね。畳の部屋がいい。
和室が好き。部屋に料理出てくるところ。あ、分かる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 。軽井沢とか行ってコテージ借りてバーベキューとか。え、最高じゃん。え、夏できることたくさんありそう。ね。ね、そうだよね。うん、やばいよ、残り5分。え、ラストスタンド。まあそうじゃん。食べて食べて。うん。チキン行こうか。チキン。でかいの？多分ルナちゃんが食べる。ルナちゃんが食べるらしいね。私ちょっとそのちっちゃいのは食べれるよ。マシ頑張れ。いやー。ルナシ行け。ないよもう本当に。いただきまーす。うんうんうん。いただきます。ほらお腹いっぱいな。全部食べるの無理だよ。いやピザもいっぱいあるんだよ。ということで食べました。お腹いっぱいです。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。結構な数を頼んだんですけど、うん、あの全部で大体予想金額どんぐらいだと思いますか、うん、え、でもめっちゃお腹いっぱいだよ。うん、え、な5000円ぐらい。でも結構品数あったよね。あった。でもめっちゃ安いから、うん、え、そんなに安いのサイズって、うん、マジ安い。だからカノは4000円だと思います。でも私もリナと同じぐらい、4500円とかここら辺、うん、それだったら嬉しいよね。やばい、やばい、普通にやばい。じゃあちょっと一回見てみます、うん、正解は、正解は、えぇ、ー、3600円。やばい、マジ大事やん、すごいよ。めっちゃお腹いっぱいですよ、うん、4人でやるよ。そう、4人でやるよ。すごい、やばー、やばー、はい、学生も行くわ。そりゃそうだ。やばー、お腹いっぱいになれるなんて幸せですね。幸せ。ピザ2枚もあったよ。確かにね。ピザ2枚とハンバーグとドリアとチキンとほうれん草とエビとパエリアみたいな、うん、パエリアの下みたいな。いや、なんか残念な言い方だけど、パエリアの下って。はい、疲れたです、めちゃくちゃ。そういうことは分かんなかった。はい、ということで今回はですね、みんなが大好きなサイゼリアでオープン企画をしてお腹いっぱいになりました。はい、はい、はい、この動画も最後までご視聴していただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様でした。え、150円150円、これも150円とかやってるところがあって、え、本当に安くて、そこでめっちゃ爆買いして、そう、でもめっちゃ可愛い。その商品持ってなんかこうお会計でこう払いようとかとか見られるのがめっちゃ恥ずかしくて。えぇ、ー、友達に。え、買い物行く時とかもなんかすっぴんで行きます。すっぴんで行く、うん、あ、えぇ、ー、全然行く。えぇ、ー、びっくり、びっくりぶりぶりやん。